ブレイドがコアクリスタルに。モンスターがブレイドと同調していたんですね。トラは同調できなかったのに、モンスターのくせにずるいもん。でも今は花がいるですもん。花、これがドライバーを失ったブレイドの姿さ。もう元には戻らない。いや、しばらく経てばコアの光も元に戻る。そうすればまた同調できるようになる。ただし。ただし？そん時には以前の記憶はない。まっさらな新しいブレードとして誕生することになるんだ。そうなんだ。なんだか悲しいね。以前のことを覚えていないなんて。覚えているからこそ辛いこと苦しいことってあると思います。コアが存在する限りブレイドの寿命は永遠。その永遠の時間を記憶のせいで苦しみ続けるとしたら。ホムラ、ごめんなさい。忘れることができるのも幸せなんじゃないかって思ったんです。さあ、本来の目的を達成しちまおう。それはコアクリスタルだもん。え、ブレードのコアはアルスから生み出される。こいつはまだ何者とも同調していない正真正銘生まれたてのコアだ。このコアは今後あまたのドライバーと出会い、その死を経験し、そしてまた記憶を新たにして別のドライバーと同調していくんだ。アルスの死、ドライバーの死、数え切れないほどの死の上にブレードはある。意志ある再生が歴史を作っているんだ。長い長い人以上の歴史をな。人以上。ホムラは出会った時からあの姿だった。ホムラのドライバーはまだどこかで生きているんだろうか。それとも